はい、皆様こんばんは、えー、毎週金曜日のです金曜日の8時になりましたのでトッピングループの方始めさせていただきたいと思います今週もお疲れ様でしたねっ室伏先ね急に寒くなりましたよねえ本当に今日とかすごい寒くなかったですか雨降ってるし結構こっちの方降ってたんですけども体調大丈夫ですかね急なやっぱ温度差で 風邪ひいちゃったとか体調悪くなっちゃったっていう方多いと思うんですけどねあの健康には気を使っていきましょうよっていうまあ、今日はそんな健康なお話なんですけどもえっと私もですねどれぐらい前夏ぐらいに健康診断をちょっと受けてきましてでクレアチンがちょっと高かったので腎不全の可能性がちょっと強いかもしれないってことだってその時はびっくりしたんですけどもでまた 9月になったら健康診断受けようと思ってたんですけどねもう10月ですけど受けてないですからね <laughs> 猫の健康診断はねまたちょっと猫の方でやるんですけど結構頻繁に受けてるんですけど自分のことでまあいいやと思ってそんなもんですよで あの不健康な人たちが集まるところで働いてますので本当健康じゃない人たちいっぱいいますので健康な人たちがいないところで働いてるとやっぱみんな口を揃えて言うことはやっぱ健康が一番になってるんですよね、まあ、説得力がすごいありますよね <laughs> なので健康第一ですよ、やっぱりあの形であ昨日ちょっと買ってきたんですけどあのコーヒーをすごいよく飲むんですけどあの あんんまり良くなないのかなと思ったんで、このミロにしてみたんですよ一時期なんか売り切れでなんか全然なかなくてまあいいやと思ってなんか 1, 1人1個2個までみたいななんでこんな流行ってるんだろうと思ってでまあいいや買ってみようと思って買ったんですよなんかコーヒーよりも安くてなんかいっぱい入ってたんで買ったんですけどやっぱ美味しくないですね <laughs> 牛乳飲めないから <laughs> あの <laughs> めちゃめちゃ濃くしないと飲めないっていう、まあどうでもいいですよ。まあそんな話なんですけども、えー、前にね、前にね、ちょっとトピグループでお話しさせていただいた、車の中で、あの、ミーマイとスキャットマンを聞く人がまたちょっと出てくるんですけども、あの、松方弘樹から名前を取った博樹くんという方なんですけど、もう、結構前の話になるんですけども、一番最初はですね、彼があの、高校を卒業して、あの、 ま、就職したんですけどもでその時まだ18歳の時ですねでなんか私よりか年は下なんですけどもあの彼らぐらいの人たちって結構つるんで遊ぶのが好きでで結構それに誘われたりしたんですよで夜中にですねちょっと遊ぼうよってことであの行ったんですよちょっとみんな遊んだんですそれがもうなんだろうもうバラックですよ 掘ったてご、屋を改造した、なんか、おじいちゃんおばあちゃんがやってる <laughs>、ジャと、雀荘みたいなところに <laughs> 連れてかれて、で、麻雀でカモにされたって話なんですけども、で、その時に、あの、そのヒロックもやってきてたんですよ。で、車乗ってバーって行った時に、ちょっと悪いけどコンビニ寄ってくんないみたいな話になって、で、コンビニでなんか買い込んでるんですよ。で、雀荘ついて、で、何人かで、あの、麻雀やって,て、で、その、 余った人たちも何人かいたんですよ。4人以上いたんで。で、その余った方にヒロく君がいたんですよ。で、自分たち、マーちゃんがジャーってやってて。で、ヒロく君たちがなんか <laughs>、ベンチの方に座ってるんですよ。で、なんでこいつらついてきたんだろうみたいな。また、あ、強制で連れてこられたんだろうなとか思いながら。でもなんか、盛り上がってるんですよ。かあっちの方が楽しいんじゃないかなって思ってたら。で、 思って,てなんか聞こえてくるんですよ変な男がプ,プシャップシャッってゴってごくごくごくみたいなうわあブハーみたいなボリボリボリみたいな,なんかそれが延々続くんですよでちょっとうるせえなと思ってうるさいなと思ってパッて見たんですよそしたらあのサントリーのビールの冬物語っていうのはサントリーだったかなあってなんかそれを言う がすごい好きだったみたいで、それをすごい勢いで飲んでるんですよ。ひろきくんが。18歳なのに、すいません。18歳で、そのビールをこうバーって飲んで、で、ポテトチップス食べて、で、<laughs> ブ,ツブ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 ツ言ってるんですよ、一人で,で。すげえなって思って。ちょっと太ってるんですよ。そしたら、その後輩が、マージャンに出る方の後輩が、 あのあとピさんって言ってトッピ先輩っつって何って言うからあのヒ木の話ちょっと聞いてやってくださいよって言われて <laughs> で分かったって言ってどうしたのって聞いたんですよそしたらあのこの間会社の健康診断に行ってきたのねって話になってあ,あそうの、う新入社員だからねっつってでその時にあの引っかかってって,って言われたんですよで18歳の もう社会人1年目ですよ社会人1年目の健康診断で引っかかれてよっぽどじゃないですか。なので、えすごいねって話して、いやそこじゃないんだけどって言って、でなんか医師との面談まで行ったんだよみたいな、結構最終的なところまで行ったんだって言って、そしたら、君はあの食生活を改めないと、このままだと数年以内にあの死ぬよって言われたらしいんですよ、メイですよ。 そこまではっきりちゃんと言ってくれる人っていうのは多分優しい先生だと自分は思うんですけどもそしたら彼はちょっと怒ってなんかそんなこと言われたって好きなもの食べて好きなもの食べれないぐらいだったらもう別にいいよみたいな感じで冬物語でポテトチップス食べながらなんか豪語してるんですよ。 こいつ何もやってないのにな,なんでそんな強気なんだろうと思ってたんですよでなんかビール飲んでたんですよでそうしましたら「あのいやそういうことじゃなくてやめた方がいいんじゃないの?」って伝えたら「いや別にだってやめても面白いことねえし」みたいななんか歯向かっていくスタイルだったんですけども当時まだ10代だったんですよ10代ってあの一番最強な 時期だと思うんですよねでその一番楽しい時になんでこの人こんなに腐ってんだろうみたいな感じで思ってたんですよでもまあ面白いなこの人とか思いながらもあのそのままをこうやってきたんですよで時が結構経った時にですね、えー、彼がまだ30代だと30になる30になったぐらいだと思うんですよねになぜかあの事の始まりは体が体調が悪いって言い始めたんですよ <laughs> いや30になってその10代の時にビールいっぱい飲んでコンソメパンチいっぱい食べてもう健康なんか俺は気にしねえぜみたいな,なんかそんなアナーキストみたいな生き方をしてた人が急に30歳になったらなんか体調が悪いって言い始めたんですよ事の発端は遊んでる時に耳の奥の方でプチプチ音がするみたいななんか意味不明なことを言い始めたんですよわけわかんないじゃないですか <laughs> で ずっとずっとっっってたんですよずっとずととスキャットマン流れる車の中でずっとずっと行ってたんですよ。で食生活ももうあのそんなもう10代の時とあ変わらずにで太っててでずっと行っててあそうなんだって言って相手にしなかったんですよ。そしたら何ですか病院によく通うようになったんですよ。<laughs> なんかそこまで仕事休めるような仕事でもないしめちゃめちゃブラックなところなんですけども。 いきなり仕事を休んで、あの上司とかも怒鳴られながら、でも病院に通ってたんですよ。でも全然原因不明でよくわからないみたいな。耳がプチプチする病気が何なのかわからないみたいな。わけわかんないこと言い始めたんですよ。で、そして、ほっといたら、ちょっと人間ドックを受けてくるっていう話になったんですよ。で、人間ドックって40歳になったら、まあ、なんだろう、ちゃ,ちゃんとしてる会社だったら、多分会社が受けさせてくれると思うんですよね、私みたいな。<laughs> あの 会社じゃなければ。多分そうだと思うんですよね。で、なんで彼はブラックの中、あの、 産業海物語作ってる会社の下請けで働いてるんですけどもなのでまあ一応それなりにそういうとこはしっかり福利厚生はしっかりしているので40歳になったらあの無料で人間ドックを嫌でも受けさせてもらえるから別に自分で受ける必要ないじゃんっていう話になったんですよそしたら早期発見が一番だから自分で受けてくれる自分で自腹を切って自分でお金を出して人間ドックを受けてくるんだって話になったんですよ 前振りが長くてすみませんこんな話なん,なんですけどもそしたらいろいろ調べたとインターネットでいろいろ調べたらあの関東の方にある東海大附属病院っていうのがあってすごい大きい病院なんですけどもでそこで人間ドックがあるからできるからでそこで受けることにしたんだって話になったんですよであ名前は聞いたことあるのってで俺ちょっと行ってみたいって話になった さあ、ぜひ来ててくれれって言われたんですよ。一人で行くのは心細いし何かあった時困るから一緒についてきてほしいって言ってああ分かった分かったじゃあ一緒に行こうって言ってえー <laughs> 森王町へ行こうよみたいなノリで、えー、東海大病へ行こうよって話になったんですよで朝待ち合わせして朝が異様に異様に早かったので当たり前ですよねすぐ行ける距離じゃない,ないので、まあ、高速使って朝は行ったんですよで自分なんか <laughs> ね、寝過ごすことはないんですけども寝てなくてですごい眠かったんですよでまあ行き車でその人が迎えに来てくれてで行きは高速で行ったんですよで高速で行った時にあのちょっと寝ちゃったんですよ私眠くてそそのまま寝かせてといてくれればいいのになんか窓ガラスをこうトン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 とたいて起こしてくるんですよであっつってあ「いつもそんなことしないのにどうしたんだろうの?」と。 人は今こういうふうな心境の時に「よく寝れるな」みたいなって言われたんですよ。いや俺の方が先輩なんだけどとか思いながら「あごめんね」っつって。であの「一応トッピンには一歳えとくけど」みたいない。呼び捨てになったみたいな感じ思 <laughs> <laughs> ってそしたら「行きは俺が運転するけど帰りはもしなんかあった時には悪いけど運転してもらえる」ってなって「ああ分かったいいよ」って言って「ごめんね」ってああ全然いいよ」って。 で、できたら、あの、高速は使わないでもらいたい。ちょっとあの、揺れとかが怖いから。下道で悪いけど帰ってもらえるです。ああ、わかったわかった。いい、全然いいよ。どうせ一本道だからいいよ。ってってでももしかしたら入院になるかもしれないから、その時はって言って、<laughs> なんか、そんなになんでよ、とか思って。<laughs> ちょっとなんか、面白かったんですよね。そんなになるわけないじゃん、とか思いながら。 どうせ健康だよとか思いながら。で、なんかため息交じりでその病院に着いたんです。で駐車場がすっげえ広いんですよ。<laughs> ここ東京都なのみたいな感じで思いながら、わ、すっごいな、ここって思って、ちょっとテンションが上がったんですよ。山梨県にないから。そしたらなんか、そういうテンションで行くとこじゃねえんだよみたいな感じでなんか怒ってんですよ。で、なんか、車の中の後ろの方にもなんか入院道具みたいなの持ってるんですよ。<laughs> 替えの下着とか、歯ブラシとか入ってるんですよ。 若干こいつバカじゃねえとか思いながらもあの一緒に行ったんですよその病院にそしたらあのセブンイレファミリーマートが入ってたりだとかわすごいファミチキ売ってるよとか思いながらすごいんですよエレ,エレベーターエスカレーターわかんないですけど変わったりとかしてでお医者さんとかもなんかこう看護師さんとかとなんか なんでこう、爽やかに挨拶してるんですよ。では、すごいとこで働いてるとこなんか、すっごいモテそうだなとか思いながら、そういうことを考えたの、突飛は。でそしたら、あ、ひろきさーんって言って、えっ、ー、と、どうぞ、みたいな。人間、毒のおちのひろきさんどうぞ、みたいな感じで,で、問診みたいなのが看護婦さんとこう、されてるんですよ。で、でちょっと、じゃあ俺、その辺で休んでるね。で、結局寝ちゃったんですけど、私は。で、やったら、なんかその、 申しの話ちょっと伺ったら人間ドックにも常駐弦みたいな形であのそのセット料金みたいなのがあるんですよ一番高い料金真ん中ぐらいちょっとやリーズナブルな料金みたいなのがあってで彼は真ん中ぐらいにしたらしいんですよするでそこでまあ一応いろんな検査を受けれるってことでいろんな検査をこう受けてきたんですけどで まあ、バリウム飲んだりだとか、まあ、なんかなんか,かんないですけど、俺受けたことないからわかんないんですけど、まあ、心霊図だとか、まあ、その他もろもろいろいろこう、バワばって、受けてきたんで、で、こう、一回帰ってきて、休憩みたいな時間があったんですよ。で、検査結果出るまでちょっとお待ちくださいねって言って、またちょっと休憩後に、あの、先生とお話になりますからって言って戻ってきて、ああ、おかえりって言って、どうだったって言うから、絶対なんかあるみたいな。<laughs> <laughs> 俺の体は絶対何があるみたいなお前なんか寄生虫かんかに何あの乗っ取られてる系なのか体をみたいな感じで思いながらでもあまあい,いや休憩だからちょっとなんかどうしようかみたいな話になったんですよそしたらその人間ドックを受ける方はなんかサービスであの社員食堂が,があのついてきますって話になってで普段はあは食べることができないここで働いてる方 のみが食べれる入院、あの、ご飯が食べれますと。で、あの、管理栄養士が作ってますって,って。で、あの、それもあれ、なんかその高いんですよ。なんか一食3000円ぐらいの、あの、和食を用意させていただいてますみたいな。で、チケット2枚あったんですよ。で、私の分と、 君、えー、の分であの2食分用意してあ,ありますみたいな「あやったじゃん」っつってこれ食べ行こうと思って「天ぷら絶対天ぷらだ」とか思いながら3000円だったら天ぷらが食べれるだろうなみたいな感じで思ってワクワクしてたんですそしたらひろ君が「いや食べたくない」って言い始めたんで太ってる方のひろ君が「いや俺は食べたくない」って言い始めたんですよ <laughs>「じゃあ俺食べてくれよ」って言ったら <laughs> そしたら怒ってるんです <laughs> そういうい問題じゃねえだよ になってだっておんかお腹すいたじゃんみたいないや俺はもう今ご飯食べれるようなあの気分じゃないって言ってなんかちょっとセンチメンタルなセンチメンタルバスですよって話になって車に戻ろうみたいな話になったんですよでせっかくこんな広いいいところにいるのになんでおめえの汚い軽自動車にいなくちゃいけないんだよとか思いながらで分かったって言って軽自動車に戻ったんですよそしたら彼の,そのな今体が悪い こう話をこうしてくるんですよ。ネガティブ投稿いっぱいしてくるんですよ。で、若干自分、人の話はちゃんと聞くようにしてるんですけど、もうずっと頭の中で天ぷらをこう、こうやって食べさせてもらえなかったやつだってこう思ってチクチクしてたんですよ。なんだよ、こいつだよ、みたいなっ言ったら、わかったわかった、つっ,っ,って。あの、ここ終わったら、あの東京に、あの、すげえでかいステーキ食べれるところあるから、そこで食べようって言って。そっちの方がうまいから、って。 もう病院のお飯なんかあの味付け薄いからあのそっちで濃いもん食べようってなったんですよ。<laughs> ハンバーグもつけてもらえるんだったらそっちでいいよって言ったらハンバーグもつけてもらえたんですよ。でやったと思って。確かに天ぷらは食べたかったけど、まあ、肉も食べたいから、まあ、この際よしとしましょうみたいな感じで,で車の中でずっとそう言われてみれば俺なんかなんだろう調べたら。 腰の方も痛かったんだよみたいなことで「あそうだね腰痛いね」みたいな「ハンバーグのために頑張ろう」みたいなもうナポリタンも,もうこの際つけちまおうかなみたいな感じで思いながら聞いてたんですで長い休憩時間が終わってでまた病院の方に戻ってで看護師さんに「えっ、ー、とひろきさん」っつって「どうぞお入りください」って「先生と、まあ、のお話になりますよ」みたいなじででああじゃあいってらっしゃい」って言うから。 で、あどうしようどうしようみたいな感じで、ぐちぐち言ってるから早くバッて行かしたんでよ。で、また自分、椅子の方座ってたら、看護師さんの方に、あなたは何ですかって言われたんで、あ、すいませんって言って、私はあの彼の付き添いで、こういうふうな形やってますって言ったら、あなたの方が具合悪いそうですけど、大丈夫ですかみたいなこと言われたんですよ。あ、大丈夫ですみたいなすいませんって言って、ありがとうございますみたいな感じで、でちょっと喋ってたんです。そしたら彼が戻ってきたんですよ。ただなんかちょっと あの最終的にこうなんか先生とお話ししてで自分の検査結果をもとにアドバイスを頂い,いたってでその診察から戻ってきたんですよでそしたらなんかちょっとなんかふてくされてるんですよどうしたみたいな感じで「まあいいやとりあえず行こう」っつって「あ全部終わったの」っつって「あ終わった」っつってで「看護師さんにありがとうございました」っつって「あどうも」みたいな感じでまた車の中で来たね軽乗車の中に戻ったんですよで「おーお」っつって「診察結果、ね、出たの?」っていうから「あ出た」って。 結果が出た,出たんですよ、えー、ちょっと腰も痛いかもしれない耳の中がプチプチする何かすごい重大な、えー、大きい大病を患ってるような気がするっていうことで、えー、30歳ぐらいの期待も健康体30歳で一番健康なような気がするんですけどねなんかその人が自分で自腹を切ってすごい高いお金をローンであの支払って健康ん人間ドックを受けてきたでその結果が分かって車の中でこうバーって見たんですよそしたらあの 結果的に言うと、まあ、大丈夫だったんですよ。すごい大きい病気はなかったんですよ。ただ、えー、脂肪肝ですね。まあ、要は太りすぎってことなんですよね。<laughs> であの、それだけだったんですよ。コレステロールが多いとか。まあ、よく言う肥満体の人の健康診断の結果が出てきたんですよ。で、お医者さんが言うには何だったのって言うから、いや、なんかね、健康だって言われたんだよつってで。俺は健康なわけないからここに来たって言ったんだよ そしたらあの、じゃあ、とりあえず食生活を改めて <laughs> あの、痩せる方向でいきましょうよっていうふうに言われたって言ったんですよ。いい先生じゃんと思ったんですよ。<laughs> そこまではっきりちゃんと伝えてくれるんだったらって、大体、もうぴったり合ってるよって思いながら、あそうなんだって言って、で、どうすんのっつって、俺、運転すんのって言うからあ、大丈夫って言ってで、そのままステーキ屋さんに向かったんですよ。で、ステーキ屋さんに行って <laughs>、俺よりか飯食ってたんですよ。 すげえなこいつか思って <laughs> 天ぷらで3,000円の和食の料理を捨ててでそっちの方食べた方が絶対健康的なのにわざわざ健康的じゃないそれより高いものを何でこいつはこんなに食べれるんだろうとか思いながら食べてたんですよバーって食べてで山梨帰ってもうなんかもう食べてるんですよなんか食べてるんですよでビールとか飲んでるんですよガンガンでなんかくじってるんですよこういう結果になって俺は不満だみたいな <laughs> 話をしてて。で、1ヶ月ぐらい経ったときに、ちょっとめん,どくさめんどくさかったんで、あのちょっと会ってなかったんですよ。そしたら、もう一人いる岡部君ていう方なんですけど、その方がに対してずっと愚痴ってるんですよ。で、たまたま3人で会う,会う機会があったので、セブンイレブン行ったときに、なんか、まだそんな話してるんですよ。<laughs> 耳がプチプチするみたいな話して、まだ行ってるんですよ、実 かっこいいなって思って。<laughs> ちょっと笑っちゃったんですよ。<laughs> しつこすぎるよ、お前、みたいな感じ。でも言うと怒るから言わなかったんですよ。だから、小上くんがずっとずっとその話をずっと聞いてたんですよ。だから、気持ちの問題だと思うよってアドバイスをしてたんですよ。優しいじゃないですか。<laughs> 大丈夫だよ。気持ちの問題だよ。みたいな感じで、ずっとこう励ましてたんですよ。で優しいな、こいつとか思いながら。でも、ずっと言ってたんですよ。 もう帰りの車の中もなんかずっと行ってて。で、なんかあの、なんか食べ、なんか竜田揚げみたいなの食べてるんですよ。竜田揚げみたいなの食べて。そ <laughs> ばとか買い込んでるんですよ。<laughs> で、そんな生活してるからお前体調悪くなるんだよっていうことは分かってたんですけど言わなかったんですよ。でもまだずっと行ってたんですよ。そしたら、しびれを切らした優しい岡部くんが、話った一言が面白くて、あのさ、って言って、お前さ、人間ドックまで行って、 ね高い金出してさ、ね太りすぎ、ねデブだって言われてるんだよ。まあ、そこまでしてお前ぼったくられてんのに、うるさいよみたいなこと言い始めたんですよ。ごもっともない意見なんですけど。<laughs> そのなんか強烈な一言にすごいまた笑っちゃったんですよ。<laughs> で、改心するかなと思ったんですよ。もうそこまで言われたら改心してダイエットでもすんのかなと思ったら、 ちょっと俺また健康診断にあの人間ドックに行こうと思ってるって,ってこの間中の方に行ったけどちょっと上の方で見てもらおうかと思ってるみたいなことを言ってたんですけどもで結局そこにはあの止めて行かなくてっていうか論で行くことなくねみたいな話になってでもなんかねその時はなんか他の県内の病院に結構通ってて。 で絶対どっか悪いから悪いからって言ったら結局最終的にあの県民の先生から「お前はけんあのこういうとこ来るよりか精神科に行った方がいいよ」って言われたって <laughs> 言われてなんか落ち込んでたんですけどもであの「絶対俺精神科に行った方がいいよ」って励ましたんですけど結局行かなかったんですよね何の病気かっていうのは今だによく分からないんですけどもまあ当たり前ですよね。 うん、た多分なんですけど、まあ、交通事故とかちょっとそういうのじゃない限りいきなり体調が悪くなることって多分あんまりないと思うんですよ。まあ精神的な病気に対してもそうだと思うんですけどもただ何て言うんですかねこう例えば、まあ、何十年前とかにあのやってたことが悪かったり。 下から、つ、まあ、けが回ってくるっていうのは、多分そうだろうなと思ったんですよ。まあ、こういうふうに思うきっかけっていうのが、ね、私もあのこの間ですね、障害者手帳の更新に伺ったんですよ。まあ、こ免許証と一緒で、あの何年か1回にあの更新に行かなくちゃいけないんですね。で、その更新にはあの医師の診断書っていうのが必要になるんですよ。で先生にに担当医に向か 先生に向かって、ちょっとすいません、更新の時期が来ましたので書いていただけますかって言うから、あ,あ、いいですよって言って。で、なんか結構、あの、まあ、ずるい、うん、いいか、これは。え、はい、っと、あって。で、こういう風に書いてくださいとか、あの、言って書いてくれる先生も中にはいらっしゃるみたいなんですよね。YouTube とか見てると。ただ、自分の場合は、先生の,けあの見解で結構です、お願いしますって言って。で、それをし、あの役所の方に提出させていただくと、その、 まあ更新ができたりできなかったりするんですよね。まあ更新ができないってことはまあ障害者手帳が必要なくなるってことなので、これはめでたく健常者に戻ったっていう形だと思う。妖怪人間メムが人間になれたみたいな形で思ってもらえればいいんですけども、っていう感じで結構ドキドキしながら見てたんですよ。今の自分の感情はどうなのかなって。客観視できないので、今の私の あの、対象はどうなのか耳がプチプチするのが腰が痛いのがどうなのかなと思って楽しみに待ってたんですよ。あんまりこう気にしてないんですけど。そしたら、あの、トップさん今、あの、通知が出まして。で、家に届くんですよ、ハガキが。だから、あの、障害者手帳が出来上がりましたので取りに来てくださいって言われて。人間になれなかったか。 って思って、<laughs> こう取りに行ったんですよ。そしたら、まあ、こういうふうななりとり、やられて、あの、マイナンバー良かったら、あります、あります、どうぞ、みたいな形で、こうやって、パッてもらってたんですよ。で、新しい手帳だと思ったら、等級が1個上がってたんですよ。て <laughs> ってとか思って。<笑>,笑ってる場合じゃないんですけど、等級が上がってたんです。で、等級が上がるっていうのはどういうことかって言ったら、だんだんレベルが高くなってくるんですよ。<laughs> 病気のレベルが高くなってくるんですよ。<laughs> あお大事にななささってくだいいねみたいな感じであお手数おかけしましたありがとうございますって言ってこうこうその場ではこう見たりとか恥ずかしいのしないですけど家に帰ってこうパッて見た時に「あれなんだ俺上がってんだとか思いながら「え <laughs> っ?」てか思って「え <laughs> 何俺そんなに体調悪いの?」とか思ったりしたんですよで、ね、自覚がないっていうのもまた良くないと思うんですけどねお医者さんにもそんな風に見られてこうねあの 市役所の方、市役所っていうか、ね、方にもそんな風にこう、思われてたのかなと思いながら、もそんな風に形でですね、やっぱ健康第一ですよ。ね、<laughs> 自覚症状がありすぎるのも良くないですけど、ないのもダメっていうね、えー、皆さんこういうね、人間たちを参考にしないように、ちょっと笑うセールスマンっぽく終わってしまいましたけども、まあ,まあこんな形で、ね、今年もあとわずかで、また寒くなりますので、ね、健康で皆さんいらっしゃいますようにね。 はい、今週もどうもありがとうございました。トピア健康か健康じゃないかって、健康ですので多分大丈夫です。間違いなく健康ですので、健康診断ね、またちょっと受けていきますので、またちょっと動画にさせてもらいたいかと思います。ありがとうございました。ではまた来週です。失礼します。